かわいいエプロン姿のあなた。ですね、ゴールデンウィーク中の渋滞に巻き込まれまして、私たちちょっと一般入場になりまして、それぞれ一応狙い台はね決めてきたんですが、ちょっと入ってみないとわからないという感じでございます。頑張ります、お願いします。寝台狙ってるんですよ。なので、あ、どこや、どこ、じいさま、マリアさん、あ、え、そう、私さめっちゃ空いてた、めっちゃ空いてた、空いてた。おはようございます。到着して、今日は寝台十字架5歌おうと思います。第2回目、そうです。で、まあ、前回と違うのがエプロンの色、ゲッチュ、違う、ゲッチュしましたね。ちゃんとマスクの色も揃えました。揃えてた、意識が高い。そうなんです、もう青をつけるっていう意識が高い。青、青デニムで青全部意識して、全部青、トータルコーディネートしてきてる。そうなんです、青コーディネートです。青に対するモチベーションがすごく高かったもんね。そうです、青大好きなんで、青に執着をして勝てたと、そうなんです。でもマリアさんめっちゃ気に入ってますよね。え、気に入ってる。なんかタンポポの跡みたいな感じ。なんかタンポポの跡って何？そう、なんかわたと茎みたいな。え、今日そうなんですね。花ではないみたいな。花の跡今散りましたみたいなこと。散った跡？花ではないんですかね、あれ。タンポポの跡です。別にタンポポの跡やから。ネギ、ネギ。そうそう、でもね、ね、ネギ、ネギ。めっちゃ一番ひどい。めっちゃ一番ひどい。ネギ？ネギで。ネギみたい？ネギで。ネギで。悪気なくネギやねんな。ネギ、ネギ。止まって、なんかさ、車内でも、悪気なくネギ、車内でさ、なんかサイコパス診断みたいなのもやりましたね。なんか車内で本当にサイコパス診断とか怖い話とか、怖い話ばっかりする。朝からすごいしてて、ずっとしてます。怖い話してんのに大爆笑してるし、なんかあれ、怖い話、一番サイコパスですよ。え、ちょっとやめて。目が覚めます。目が覚めるよね。はい、いや、寝てましたけど。目が覚める話。めっちゃ寝てましたけど。ね、その後爆睡しましたから。爆睡してて、なんか怖い話してるなって思って、嫌やなって思ったから寝てたのに、爆笑してたから、何の話してるの？こんな話してきて。1位、2位、3位だ。何がサイコパスの順番？はい。それ決めることじゃない、これは。で、前回は、私がちょっと足を引っ張りまして、そうです、プラスに終われなかったんですけど、まあ、一応ルールが3人で3枚数プラス1000枚達成できたら世界に一つしかないエプロン、愛のエプロンを贈呈と、愛のエプロンを贈呈。1000枚って考えたら1人300ちょっとなんですね。本当ですね、プラス300枚、そう、プラス300枚ちょっとだから行けそうな気はする。私も絶対今日は現実的ね、難易度もできるようになったし、そう、そう、それも考えればいけそうな気がします。行けそうな気がするんですけど、はい、今日取った台がとりあえず寝台をみんな、はい、無事取れて、まあ難易度も自由で、今日パチンコはないんですけれども、はい、なのでちょっと考えつつ、はい、立ち回りとやらも、はい、ちょっと考えつつ視野に入れてね、ちょっとできない3人かもしれないけれども、立ち回りっていうのはそういうのを視野に入れつつ、はい、プラス1000枚3人で目指して今日も頑張ってまいりたいと思います。それでは実践に行ってまいります。せーの、アイとエプロン。まず、はい、通常で200ゲームで、はい、チャンスゾーンに入るんで、はい、そこを目指して、で、その通常時はその踊り子ポイントを500貯めれば、そのままチャンスゾーンの期待度が上がるというか、はい、まあ、有利に持っていくアイテムがもらえる、はい、ゲーム数がもらえるっていうのかな。私もあの初打ちで、そうG みたいな G
チームゲーム数がもらえる、チャンスゾーンのゲーム数がもらえるのかな。そうですね、私もちょっと初打ちで、私も初打ちで、レンレンも初打ちで、2人とも探り探りですけれども、はい、で今はね、努力ポイントマックスになった。何マックス、えマックス、そんなんあるんですか。そう、500ポイント貯まったら、もう貯まったんですか。貯まった、はいよ、私130しか貯まってない大ビッグモードみたいなの終わった。終わりました、はい、貯まって、もう通常時です。もう通常時、本当、え早くないですか。早い、早く、もう貯まりました。もう貯まったよ、めっちゃラッキーですね。めっちゃラッキー。ミーチ、ミーチってなんだ。で、500ポイント貯まったこの満腹踊り子、はい、ちゃんとデートができるみたいで、はいはいはい、これが貯まればもらえるのかな。ちょっと進めていきます。肉おにぎり、はい、かわいいあと5ゲーム。あ、島らっきょうの食べさし合い、なんかエロ、エロ、エロくない、どうした。青だ、あ、青なな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 、を狙う。あとちょっとですけど終わり。ああ、もっともっと欲しがり。あ、これでプッシュ2個目。あ、終わった。ああ、そういうことか。で、青のゲーム数2個獲得、そういうことですね。で、青はあんまり、あんまりやんな、多分よくなさそうですよね、色的に。色的に一番下やんな。まず200ゲームっていうね、軽いゲーム数でチャンスがまあ来るから間違いないですね。水鉄砲、これがまた踊り子ポイントの高確率でまた500ポイント貯めるのを目指すと、はい、私もピンチピンチです。180ポイントなんで、ピンチピンチ、今でもうすぐ200ゲームで180ポイントなんでやばいですよね入れないと。あ、もう引いてなくても煽ってくれるのか。ああ、そんなってた。あ、でも計画取ったんじゃないこれは。ああ、来た。え、なんか、え、え、え、あれ、なんかちょっと今これも違います。310ポイント溜まってるよ。早いよ。もう2個目いくじゃないですか。いけるかもしれんな。2回目。あ、いかかった。あ、何スメです。あ、300の飲んでて、ちょっとチャンス目で300になった。あ、そういうことですね。そう、チャンス目引いた。引きがいい。いりますよね、もしかして今日は。やっぱり緑のエプロンは、やっぱこれが緑が勝利の、いや、ワンチャンスありますよ。ある、その可能性は秘めてる。いや、本当にありますよ。私これで負けたら絶対エプロンのせいにしますもん。多分私は青のエプロンで負けてるから。確かに。そうなんです、うん、また満腹デート。お、島唐辛子ホットじゃない。ホットホットで、ホットホットでしょこれは。ほら、100。おー、いいじゃない。あ、100。あ、ごちそうさまでした。あ、黄色だ、黄色。あ、青だ、青だ、青、青、青、黄色、黄色。めっちゃもらえてる、めっちゃもらえてる、めっちゃもらえてる、 えてる。あー、まあまあまあ、でも、あ、黄色もらえたよ。え、結構もらえてない、これ初めてだから分からんけど。すごい。青6と黄色4。どれぐらいの上乗せをしてくれるかわかんないけど、もうここ全部溜まってる。大量生産ゼロなんですけど。大量生産やねんけど。はい、それでは10時間ファイブ打っていきます。初打ちなのでちょっとあんまり解析がまだ出ていないようなんですけど、軽く見てきたので楽しめたらいいなと思います。だと、とりあえず黒バを揃えればいいみたいな感じに書いてあったので、じゃんけん調整とかやってチャンスゾーン行って、チャンスゾーンが突破できたら AP っていう感じの流れみたいです。あと、この十字架の好きな
ポイントがあのキャラクターこの可愛い感じのキャラクターなんですけど拷問器具のキャラクターなんですよ。それがすごい好きで可愛くて素材感が闇川来た、はい、はい、164ゲームドラキュラダンジョン現状ステージいきます。スピリットを解放せよだそうです。ちょっと待ってね、バーを狙ってもう早くない。あれですね、シンデレラブレードでお姉ちゃん集めるみたいな感じでしょうか。ここにかけらを集める人数によって突破できるかどうか、ちゃんといけるかやってるみたいです。はい、今回はかけら2つでしたがダメだった。まだある？はい、なんか十字架の願い入りました。十字架への願い、十字架への願い、十字架ぞろい高確率中十ゲームですね、だそうです。来ない、はい、いいんじゃない。はい、ギー、うわー、ラストです。十字架の願いは失敗、戻っちゃった。あとどのくらいでしょうか。かわいくするね。また182ゲーム延長ステージです。うわ、揃わない。1ゲーム早かったんじゃない、これもしかしたら。ちょっと足りなかったですね。
とオープニングだろう。上野線、木馬を揺らし上野線。でも今日はちょっと今日は一つも違う、ね、やはり緑のこれはね違う女の子ケーコップこれで溜まる水鉄砲入るんです。え今何ポイントですか。今470。おかしいおかしい私まだ460やしおかしい。なんだそれは。でも、はい、いける。でもこれでいける。いけるいけるこれでいける。マスター OK です。 OKOK、okay, okay, これでいけた。でも、もうあれなんですよねちょっとそうなんですよ。194ゲームなんで今いやそこでどんだけゲーム数もらえて そうですよね、いけるかみたいな。頑張ります。ヤントレードで運命ブード私今3回目のデートそうだ。なんか私がたくさん遊びした。終わっちゃった。最終決戦。ちょっとよくわかんない。ねえねえねえ見てください。なになに一ちょっと待って。ちょっとちょっとさあ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 素晴らしいさあこんなさあ生まれる、なんですか。あれすごいですね。なんか最終決戦しかもストックしてるねんけど。だからこの時点で2分の1で18、はい、当選ってことやね多分。やばいですね。今日は一味違います。今日これやっぱり勝てる可能性もう2択発散だったら。いや本当に、プレッシャーって大丈夫ですよ。いやいけるな。いけるいける。行きますよ。行こう行こう。行きましょう行きましょう。でさ、レンレンの台、はいはい、やばいですよね。さ2日前さ9000枚ぐらい出ててさ、その9300やっぱ16枚ありえないんですけど、すごすぎて僕もそう思ったらすごい破壊力あるじゃん。いや、本当に思いました。可能性は可能性を感じるよね、すごく。さすがに行くよね。いや、そこまで行ってね、こんなもったいないことしないでしょ。これ見てください、ギラギラですよ、もう目これがねギラギラですよね。ギラギラですよ、もう。すごい私もじゃあ、うん、一緒に行けるね。行けるね。ちょっとおーちょっとうわ、3ゲームってそういうことか。でも3ゲームの間に 14.9 分の1を行かないと引いて、じゃあ大事にしないとかつ2分の1をものにしないといけないから。めちゃめちゃ難しい。あっあっ来て。えあるこれある。あないんだちょっとちょっと期待ちゃいました。かわいい。かわいい。ジジイ頑張って。さあーまあそうジジイ。でもこの靴悪い靴悪いすごい、もうバカにされてんね。いちごサメさんに。あ、次来た。私ちょっと見ます。でもまだなんかあるんじゃない。ないんかな。え、いいですか。やってみる。この後の、あ、年々。あ、ちょっと待って。え、終わっちゃった。嘘でしょ。終わり。はい、マリアさんの見ます。任せ任せ最高ですね、マリアさんの。やります頑張ります。
レンレンの場合はもうしょうがなかった今のは。いやこれはさすがにしょうがなかった。これでいけないは本当にないよっていう連撃にさせてもらった。うわ1ゲームか。あ、そういうことか。ああでも3ゲームもある。めっちゃでかいですね。あでもでかいかも。え、でかすぎでしょ。だってもう自信ない自信ない自信ない、大丈夫です。50ゲームくらい欲しい。まあ、14.9 分の1を引くってこと。でもこの間にまた増えることもありますよね。増えることもあるはず。そうですよね。最終決戦、まあ、1個は持ってるけど増えるってことやんな。はいはい、まあ、28ゲームあるが1回はね行くでしょう。うわうわ緊張するな、すごい、ね、これそんなバカな。そんなことないです。あ、来た。ああ、頑張れ頑張れ。今行く。ああ、これはどう。頑張ろう。あ、行ける。行ったか。よし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 。ここで、ここで、まだまだまだ、ここで、ここで、まず、まあ、ここね、これ止めて、これ2分の1を。はい、2分の1。2分の1。え、どっちが、どっちと思ってます？一回、あ、じゃあ一斉ので言うか。はい、一斉ので、左。うわ、やばいやばい、これ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 やばい。なんで？いや、いいですよ。じゃあ一発目信じてみていい？私のこと？うん。え、それで外したらどうしたらいいんですか？いや、いや、まだ18ゲームあるから。あ、じゃあ、大丈夫です。じゃあお願いします。じゃあ行くね。はい。あ、いや、でもいい音してない。いい音してない、めっちゃ。信じるもんなん。よかったです。ほんまにありがとう。いや、もうとんでもないです。2個あったらいけるよ。よしよし、いきますいきます。怖い、逆に怖くなった。これ怖いですね。逆に怖い。次マリアさんでいきましょうね。そうね、オッケーオッケー。来るかな。一回来てくれ。いや、一回来るよ。来るやろ。来い来い来い。よしよしよし、来てる。あ、来たんじゃない、来たんじゃない、これは。よしよし、来た。早めに来た。怖っ。いや、どうしよっかな。いや、さすがに挟みましょうか。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 さすがに。おお、ああ、一緒の音、これ音、音、一緒の音鳴ってます。わあ、すごい。ガチですよ。やばい、待って、3つあった。あ、怖いな。え、3つあったらいけるよな。ちょっと今日違いすぎます。いや、やばいな。緑の効果すごくない？すごい、緑すぎる。緑もう意味わからへん。意味がわからへん。語彙力なくなりました。緑すぎるわ、もう語彙力とかの問題でもない。いや、これやばいですね。って何？や、4個になったらもうここってこと、満タンになるんですか？満タンや、もう準備万端。いや、いけるか。マジですごいんですけど。いや、3個か、十分やん。十分です。ラストに、ラストに、ラストにお願い。あー、来ない、来ない。でも、いや、でも3個よ。マジですごいです。待って、まだ開けそう。早い。あー、ごめんなさい。早い。早い。入って、入ってからですよね。怖っ、怖っ。行こう行こう行こう。あ、あ、デモルトでした、デモルトでした。ちょっと私も進んでいきます。オッケー。いや、でも一発目で決めたい。一発で決めたいですね。一発目で決めないと、もう回せない。笑えないもん、これで外したら。マジで、いや、やばいですね。3回外したらやばいよな。帰った方がいいレベルやな。そう、帰って、帰れや言うて。いやいやいや、ほんまに。いや、でもこれは、いや、でもすごすぎます。一発目で、それは。いや、あーっと、何？びっくりした。これ今から、今から来たん？始まった？あ、来た来た。全ナビ出てんねんけど。え、ちょっとどういうこと？ナビが出てる。あ、そうだ。あ、そうや。なんかね、ナビが出てる、出ることもあるらしいです。言ってました。え、2分の1楽しまずに終わった。そうや、絶対そうだ。いけたんや。じゃあいけた。しかもさっき金のシャッターで確定だったから。そういうことか。まあ、え、え、めっちゃ楽しそう。安心安全の、やばい。全ナビやる。いや、しかも一発目ってことですもんね。一発目だから、この時点で500枚以上は確定で、ね、若干ドキドキはしたかった
けど、でもありがとうございます。いやいやいや、すごすぎる。かわいい。いや、ギャル、あ、ギャル、あ、ギャル、ちょっとカメラ引いてくれた、ありがとうございます。やりましたよ。いや、さすがですわ。なんかとりあえずは、まあ、グッズも入れた分は返ってくると。あ、よかったね。だけど感想とかも夢ですよ。夢じゃないよ。夢じゃないってことやんな。何これは、どうしたらいいんだ。あ、いるよ、もうすでに。あ、あ、そういうことか。これ何。あ、フランス戦。うわうわうわ、あ、ちょっと怖い。こういうの待って、このさ、え、停止ボタンで告知方法、これ中、これか。ズガラ絞り、押し順絞り、即告知、逆順番煽りってやつですね。もうここは止まった時点で感想確定。でもそういうことか。だけど1000枚の確率も高いわけ。ここ以外だったら全部美味しい。え、全部美味しいです。全部美味しい。行きます。次で来るんかな、次で来るのかな。あ、揺れで、やばいぞ。びっくり。え、違う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 、近くない、近くない違う、見て、2400撮ってる、やばっ。こんなことある。順調に継続しております。こうやって伸ばしていくんだね。もう私は何責任を問えなくて。いいですか、私やったら、まあ、見行くけど。いや、ほんまにいいの。え、音違う。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、愛とエプロン。間違えた。